全員集まって、うん、なんすか、どうしたんすか、集まって。ちょ、これさ、本ちゃんにしようか迷った企画なんやけど、はい、脱出イリュージョン見していい？いや、いい。いや、いい。いや、いや、兄さん、許してくださいの脱出イリュージョン、脱出イリュージョン、はい、これ今日ちょっとやりたいなと思って。できるんですか？本ちゃんにしようか迷った。本当ですか？どうしたんですか？いや、わからないですけど、一回見てみたいですけどね。そんなに本ちゃんに迷ってる？本ちゃんにもう迷った。本ちゃんやったらもうこれやばいことになるなと思って、はい、その注目浴びすぎてテレビ局殺到するなと思ってサブちゃんにしたんですけど、はいはい、これ誰がチャレンジするのか。昔したくないですよ。分かってるっすもん。俺がせなあかんのになんの。分かってるんで僕はしたくないですよ。決まってないですけど。はい。はい、なんかさっきちょっと企画説明するから、ちょっと待っといて。道具持ってくるわ。これな。こちらじゃないですか。はい、ガムテープで、この机の上で大の字でぐるぐる巻きに巻かれるんですよ。はい。はい、そっから脱出するっていうイリュージョンなんですけど。はい。やっていきましょうか。行きます。脱出できなかったら、もう今何時？12時ということで、はい、もう言うたらもう明日、まあみんなで、まあ明日遊ぶとしても、まあ10時ぐらいかなれば10時間ちょうどずっとここで大の字という。脱出の仕方はあるんですか？絶対に。あ、知らんすよ。脱出できるかできないの自分次第なんで。もう。これやっていきたいなと思って。で、ポンちゃんに行こうとしたの、それ。サブやろ。ハハハハ、サブやろ。これ、うん。1個言うんですけど、大きいカメラで撮り続けますから。まあ、最大6時間撮れるよな。はい。だから6時間の絵は、うん、早送りで流すんで。大丈夫ですか、山井くんの家なんですけど、もし、俺か山ちゃんが。あ、僕以外だったら誰でも大丈夫です。ハハハ、上でね、何で聞こえてるか。家にはいないようにするんで。できるだけ、好きにしてください。やりますか。じゃあこれもう何で決めます？脱出イリュージョン。じゃあどうしましょう。じゃんけんでいきますか。うん。一世の音で決めます？はい。俺一世の音好きなんですよ。まあまあまあ僕も。心理なんで。そう。運じゃなくて心理なんで。そっちの方が俺。はい。言いましょう。最初はグー、じゃんけん、はい。最初はグー、じゃんけん、はい。1、2、3で。え？ん？時計回りじゃないですか。じゃんけんじゃないんですか。じゃんけんって俺も勝手がいいよ、それで。はい。いや、一世の音でしましょう。じゃんけんじゃない？いや、一世のでじゃあいいやったら別にいいよ。あ、じゃあ一世のにしよう。本当に勝手気持ちやったな。うん、それで、はい、それで勝手気持ちやったらいいよ。やりましょう。じゃあ分かるな。これさっき言っとくわ。もう心理戦なんで、山ちゃんは絶対あげんといてな。はい。で、俺もあげへんわ。うん。山井くん自由にしてな。大子や。うん。すごい。いいな。うん。一世ので 3! バカなバカがしい。この心理やもんな。はい。一人命じれるんですよ。そうやな。はい。心理ゲームなんで。二人とも上げて、俺上げへんから。わかりました。はい、じゃあ。伊勢ので2! どうぞ。あ、じゃあ、僕は2って言って自分1個上げるんで。うん。どちらか一人上げてください。はい。いきます。伊勢ので2! じゃあ、こうしましょうか。はい、もう全員下げましょう。はい。伊勢ので1。ありがとうございます。こういう人が一人いるんですよね。伊勢ので2。だから日本はうまくいかない。あなたみたいな裏切り者がたった一人いるだけで、世界の輪が崩れるんですよね。ん？どうぞ、山村さん。伊勢ので0。いきまーす。ガチ帰りたやろ。うん。伊勢ので2、よっしゃー、ダメだ、ダメだ、無理。どっち？それおもろ、おもろないで、多分。どっち？見てなかった、どっち？山ちゃんどうな？いや、あげてない。 M 君どうした、なんて言ったん？俺2っつって、うん、2人上がったかなと思ったんやけど、多分こうなっただけでしょ。まあじゃあ M 君は負けでいいっすか。はい、負けんな。負けんな。エルくんぐるぐる確定で、はい、俺にぐるぐる刺してんだ。もうそう言ってくれた方が早い。そしたら受けるから。もう最初からやってって頼んでよ。このくだりいらんもん。え、俺はそれやった。別にやるし、別にな。
やってほしい、やったらやるでしょ、みたいな。で、それ山ちゃんやな。で、はい、それ、しゃあない。そう山ちゃんやわ。山ちゃん大の字だって。別にそんなつもりはないです。マジで。そうやって言えば。じゃあもう大の字で。はい。全然なんかそういうなんか、もう、これはマジでゲームなんで。でも脱出できる可能性もあるの、はい、MA 君、MA 君にしたいとか、そういう気持ちはほんまにないです。じゃあ行きます。え、もう巻き方も自由ですか？巻き方も、これ一応、あの、本人で教えてるんでね。はい。先言ってください。僕はぐるぐる巻きにされます。はい、ということで、え、まぁ、あ、超スーパーイリュージョンで、山ちゃん抜け出したいと思います。はい。じゃあやってみましょうか。でも山ちゃん抜けるらしいもんね。はい。そんな結構いきますか？何やねん、お前。なんで一緒って言うか。カメラマン混ぜてぐるぐる回ってたんや。どうしたの？お互いで手出して。おい、俺やりたいってなってやんけよ。俺にやらせようとしてやんけよ。じゃあ今から。じゃあ足からですね。じゃあ僕、体上半身いっていいですか？はい。脱出できるのかという終了、終了、はいね、この時点ではどうなんですか？だけどまあまあ硬いです。はい。で、これ上半身いく？端からいく。こうってから。ここだけ行こう。じゃあ。もう。あ、ここ最後じゃん。引っ張っていいか。よし。下半身だけだいぶいかつい。お。はい、ということで、はい、ありがとうということで、超スーパーイリュージョン、今から見せてもらいましょう。はい、脱出したいだけなんで。脱出したいだけなんで、とりあえず一回脱出、測ってもらっていいですか？できる、はい、そっち側取ってもらって。まずできるかどうか。はい。じゃあ、どうぞ！いきます。本気でな。お、もう本気で、いいです。どうぞ！ガチ？膝のとこ思いっきり近いてるけど、もう、全く動けない、これ以上。ガチ？ガチあ、上半身あ、やっぱ腕いったら強いな。手使えるようになったら勝ちだから。腕が、おお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 お最後です。イリュージョンどうだ。おぉ、お、強い。おぉ、おぉ、こうなりゃ。うわ立ち上がれるんじゃない？下にくっついてるよ、今もまだ。うわ、すげえ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 、うわ、動画動画ボスや。すげえ。すげえ、どうボスだっていくんか。すげえ、どうでボス。すげえ、いや、俺やっときなかった。動画の一瞬で動画ボスになった。動かれへんって言ったらどうにかなったかもしれんのに。動画ボスにした。すげえすげえ、ほんまに外した。ほんまに外したやつ多いな。それ外れるやろうな。見たら分かれば、見たら分かれば。誰もハラハラドキドキしないで。最後の2分最後の2分誰一人ハラハラドキドキしないで。やろうな。多分今からこれでサッカーやった方が見えんで。えぐいことだもん。これさ、全然武器作れよ、あまりで。あまりで、なかなかとかもうガチやな。完成した武器、完成した。武器完成した。完成した。そういう勝負しようだ。そうそうそう、言わない。このラムテープの部分だけでしか叩いてあかんのだ。はい、よーい、スタート。あ、ちょっと待って。
ちょ、待って待って待って、ほんまに待って、いや、僕ちょ待って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 、ちょ待って、ずっとあ、カモカモ、それあかん、それあかん、ほんまにあかん、ノあかんやろ、重量級っすあかん、それボケになれへんやつそれはこれ誰も持つ武器っすか、ハルクホーガン色緑やし